タクティーです。これ現在は磐越道を走ってます。新潟から郡山の方向いて走ってます。もうそろそろ紅葉がね、どのぐらい紅葉してるか、紅葉がそれをね、ちょっと見ながらこう動画を回しながら走っていきたいと思います。磐越道です。トンネルに入ります。ここの磐越道は単線で対面通行になってます。で、時々追い越し車線とかこうなって2車線になってるとことかもあったりします。前のね、ずっと前の方に見えてる山とかは多分太陽の光が当たってるから、ちょっと山の葉っぱも木の葉もね、紅葉してるように見えるんですけど、まだちょっと早いっすね。ちょっと早いかなって感じですね。で、こんな風に追い越し車線でこう2車線になってるところがあります。この辺はやっぱりちょっと山を一つ二つ越えたぐらいでもうだいぶ紅葉してますね。この左手の山肌とかもう結構もみじなんかな、なんなんかちょっと近くに寄れないからわからないけど、もう結構紅葉してます。やっぱりちょっとね、ちょっとの差で、まあ、こんだけ温度が違うんでしょうね。もうこの出口の辺とかこの右あたりとかも結構もう紅葉が進んで葉が落ちてますもんね。はい、今ねちょっとねトイレに来たんですけど、トイレ休憩に来たんですけど、やっぱりね、僕前何年か前に驚いたことがあるんですけど、これです。クマが出ます。注意してください。これで夜やって、まあここのねパーキングではないんですけど、磐梯山のねパーキングでこうあのさっきと同じような表示があって、これちょっと話それるけど綺麗な、紅葉が、で、そうなんですよ。で、この辺人も少ないし、これね、上川のパーキングなんですけど、ここにも熊出没ってあります。はい、あります。熊があります。じゃあトラック、また走り出したんですけど、あのさっきのね、ほんまにあのクマが出ますっていうのに、去年やったかな、その磐梯山のサービスエリアで、まあ、そこをね寝床にすることがあって、そうで夜トイレに行くのにトラックから降りて、まあまあちょっとねトイレまで距離があったんですよ。でまあ、トイレに入って用を足しとったら、その前にクマが出ますっていうああいう張り紙があって、もうそれでゾクゾクとして、大体こう、まあ、そんなこのなんていうかな、クマが出ますとかなんかそういう感じのそういう張り紙とか、まあ、ああいうの貼ってたらほんま実際に出るんやろなみたいな、そのクマと戦ってまず勝てるとは思えない、ね、どう考えても勝てると思えへんから、まあその辺マジ怖いなと思って、まあね、で今のパーキング上川やったかな、パーキングにも
クマが出ますと。ほんま怖いなと思って、あれ僕があのさっきの上川のパーキング着いた時は1台も車もトラックも止まってなくて、そうそう、まあ、僕のトラック 1台だけやったんですよ。でまたあのクマが出ますご注意くださいっていう張り紙を見て、これ中入っておったらどうしようみたいな中入っておったらどうしよう、いや器用なクマやったらあの扉開けるかもしれん、観察しとってね、人間がこう横へあれをスライドさして扉をスライドさして入るようのを遠くから観察しとって、誰もいなくなった隙にクマが出てきてこう入っとうかもしれん入っとうかもしれへんからおったらどうしようみたいな、そんなほんまこうニュースとかでしか見たことないし、ほんま怖いわ。第3のサービスエリア到着です。ちょっとここで休憩したいと思います。前も今もこの辺ちょっと離れたとこ止めとったんで、よいしょ、この辺でか。はい、お疲れ様です。バンダイさんのサービスエリアに到着しました。バンダイさんです。こんな感じのサービスエリアです。いや、あれがバンダイさんなんかな、あの雲のかかってる山、ちょっと分かれへんねんけど、まあ、あれやとは僕はちょっと分からんから言われへんけど、あれなんかなみたいな感じです。はい、ここまで走ってきました。バンダイさんサービスエリアです。ちょっとぐるっと行ってみたいと思います。見てください、あの雲のかかった山、これ改めて今撮ってますけど、あれがバンダイさんなんかな、ちょっとわからないですね。バンダイさんですか、わかる方います？はい、でこんな感じになってますね。時間帯もええ感じやね。ススキの、こっちはススキの葉が、葉じゃないな、ちょっと歩いてみましょう。足元は芝生、芝生、こんな感じになってますね。怖いですね、こうテーブルとかあっていいですね。コーヒーとかね飲んだりとかして、わあ紅葉綺麗な。これ見てください、こっちのこの紅葉、ちょっと行きましょう。この岩、この岩も気になります。この岩も気になりますね。ね、でこれ見てください、サービスエリアの、まあ、フードコートの裏になるんですけど、うわこのモミジの紅葉、見てください、このこういうの
こういう感じ、色づいています。もみじが色づいています。はい、こんな感じです。そう、ここが僕が初めてこの磐越道を通ってきた時にトイレに入ったら熊に注意してくださいっていう看板があって、張り紙があってビビった場所です。で、なるべくトイレ我慢しよう思って、でその前にこれパーキングエリア、サービスエリアの前に柵がなかったら困るなと思って、柵なかったらほんま入ってくるやんと思って、ちょっと周りを 見渡した思い出があります。はい、ということで、ネクスコ東の磐梯山、うん、やっぱりあの山が磐梯山やな、うん、あれが磐梯山や。さっきあの山の写真撮ってる人おったし、はい、ということでトラックに戻ります。磐梯山とツーショット、はい、ということでご視聴ありがとうございました。今回はね、ちょっと磐越道を走って見たみたいな感じの動画になってましたけど、ご視聴ありがとうございました。それじゃあまた引き続き走っていきたいと思います。ほんまね、クマが出ますっていうのは怖いです。はい。ということで、終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。終わります。